私が日頃やっている腹筋メニューを今回は紹介していきます。あぐら足の腹筋やデッドバグ、いろんな腹筋やられてたくさんの方が効果が出られてます。おめでとうございます。頑張ってる証拠です。私がいつも意識しているのは腹斜筋と腹横筋です。息を吐きながら体をひねるときに使うことができます。そこに加えてあまり動かない止まる腹筋というのを私は日頃やってます。それを今回紹介しようと思いますので、いろんな腹筋やってるよって方もぜひ今回のメニューやってみてください。一番最後にとっておきなウェーブデッドバグ紹介してますんで、最後まで頑張ってみましょう。まずは肘をつきましょう。腰が床につく肘の幅でついてください。このまま足をクロスさせます。こんな感じです。クロスしたら体をひねって足入れ替えてまたひねっていきます。息止めないように5回いきましょう。いきましょう、スタート。ふー吸って、ふーってイメージです。OK です。今度足を揃えてこのまま左右に倒しましょう。呼吸は一緒。止めてしまうよって方は数数えましょう。スタート。1、2、3、4、5、OK。 このまま片足を伸ばしましょう。そしたら足をひねる。各5回ずついきます。息吐きながらスタート。1、2、3、4、5。反対。1、2、3、4、5。 OK。 徐々に腹筋の奥の方が熱い感じありますよね。深層部が使えている証拠です。膝を上げたままで手を伸ばします。そっちの方向に反対の手を合わせる感じで5秒息吐きましょう。いきましょう、スタート。1、2、3、4、5。反対もいきましょう。1、2、3、4、5。あと2回いきましょう。息吐いて、1、2、3、4、5。手を合わせる感じで1、2、3、4、5。もう1回ずつ遠くに伸ばして1、2、3、4、5。はい、ラストです。1、2、3、4、5。 OK。 寝た状態で足を組みましょう。足を上げたら左右に下半身をひねりましょう。各足5回ずつ、息止めないように。スタート。1、2、3、4、5。はい、反対です。同じようにいきましょう。1、2、3、4、5。 OK。
もう一度肘をつきましょう。このまま足を伸ばして上下っていう風に足を動かしていきます。これは20秒、息止めないように2呼吸か3呼吸でいきましょう。スタート。できれば低い位置でゆっくり、しっかり腹斜筋と腹横筋が使えてますんで、これからは腹筋の上部、中部、下部、腹横筋だけというのを使うメニューをやっていきましょう。お尻を上げたら落とす勢いで腰を丸めます。できれば起きたら少し止まるようなイメージで20秒間いきましょう。止めないように、スタート。お尻を上げたら落としながらゆっくり起きて少し止まる。はい、 OK。 次は腹筋チューブです。足を上に上げてつま先をタッチする感じで20秒間いきましょう。できれば高い位置の方がいいです。いきましょう、スタート。一気に起きる、真上に起きる、オッケー。次は下腹部です。できれば体を起こして、難しかったら寝たままでいいです。このまま足をゆっくり交互に伸ばしましょう。息止めないように20秒、スタート。ふー、吸って、ふー、吸って、こういうイメージ。はい、オッケー。足を開いて楽に座った状態からゆっくり倒れて、腰がついたらストップ。20秒、いきましょう、スタート。腰がついたらストップ。息しっかり吐いて、息止めるように頑張って。OK。 最後、特別おまけメニュー、ウェーブデッドバグです。今みたいに座った状態から倒れて腰がついたら、ここでピョン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 と体を上下に揺らします。そうすることでしっかり腹筋の奥から外から使えます。ラスト20秒いきましょう。心の準備はいいですか。いきますよ、スタート。上下に動いて、うお、動かし方が分からなくなった。うお、オッケー。うわー、効いた。もう一本ぐらい頑張れそうだよっていう人は、おすすめの動画か関連の動画どっちか一本頑張ってみて。登録してない人はチャンネル登録もよろしくお願いします。説明欄には部位別のおすすめコースがたくさん載ってます。自分の好きなのを選んで1週間頑張ってみてください。ご視聴ありがとうございました。